こじらせハウスへようこそ。いえ、こじらせガーデンへようこそ。秋です。長かったキッチン DIY を終え、こじらせたままのリビングをすっ飛ばしてやってまいりました。屋外でございます。我が史上最強クラスのコスパハウスにはなんと庭があるんですよ。ハードルというハードルが下がりきっているこじらせハウス、庭があるってだけで褒めてあげたいところですが、なんとそこそこのスペースがあるではありませんか。お庭のない家もザラにある昨今、コスパハウスにしてこの広さはもうコスパ界のベルサイユ庭園と言ってもいいでしょう。はい、こちらがそのベルサイユ庭園のすべてです。この超広角レンズのおかげもあり、なんと一画角で全貌が明らかになりました。と言いますか、今までに何度も庭での作業をお届けしているので、ご存知の方はご存知という感じなのですが、早速こじらせガーデンの素敵ポイントをざっとご紹介していきましょう。まず目につくのはこの朽ち果てたかつての砂場。モヘジ作の蓋がついていた時代もあったんですが、とうに朽ち果て、おっと、懐かしすぎる写真の登場に動揺を隠せません。芝が緑だ、長男がかわいい。はい、現実戻ります。時の流れとは残酷なものだ。かつての抗菌砂の抗菌度はおそらくゼロ、通り越してマイナス。しかし、まだギリ砂場と認識できる要素があるため、ごくたまに子供が遊ぶんですが、その度、バッチーから触らないよ、やめてーと言ってしまうやばい砂場であります。どんな砂場だよ。続いて闇の家庭菜園コーナー参りましょう。まだ希望に満ちていたあの頃、幾度となく植えられ、そして枯らされてきた植物たちの怨念渦巻くこの不毛になり果てた暗黒の大地で、空気を読まずにすくすく育ち続ける謎に生命力の高いこの植物は、モヘジが植えたアスパラガスでございます。グリーンキラーであることを自覚してからは、秋は決して植物を育てようなんて大それたことはしないんですが、モヘジが稀に気まぐれにそういうことをするんですよね。そして何の世話もされないにもかかわらず、夏になると毎日一本ずつ生えてくるけなげなアスパラさんです。続いてこの縁台、こちらもモヘジ作。これも10年ほど経ちますでしょうか。天板はデッキ材ではなく安価な 1x6 材なので、もう限界を迎えており、一部朽ちてきております。朽ちたのはここ半年のこと。反りも出ています。防腐塗料の塗り直しは5年以上前に一度のみ。高価なウッドデッキ材じゃなくても、こまめにメンテナンスしなくても10年は持つことが証明されました。そしてその縁台の下、いろんなものが放置されていますね。見覚えのないサンドイッチのゴミ。我が子には厳しすぎるくらいゴミはゴミ箱へと言ってきたはずなのに、これが悲しい現実。捨てたのが我が子か友達かは関係ない、ここならゴミを捨ててもいいやと誰かに思わせてしまうお庭であるという現実を突きつけられた瞬間です。そしてこちらも10年は使っている既製品の木製ゴミストッカー、もう今にも朽ち果てそうです。その後ろ、モヘジ作の柵、お隣がマンションのスロープ下という特殊な環境のため、その殺伐とした風景を隠すために、また雑草をシャットアウトするために7、8年前にモヘジにお願いして作ってもらいました。こちらはセラン岩伐というウッドデッキ材を使用、そのおかげで全く朽ちる気配もありません。まだまだ活躍してくれそうです。ここまででお気づきかと思いますが、以前までの我が家の DIY 体系は全て発案は私、そして旦那モヘジが重い腰を上げるのを今か今かと待ち、ようやく作ってもらっていました。あの頃は不自由だった、楽ではあったけど。ここから何年も経ったある日、その気になれば自分でできることに気づき、その楽しさにも気づき、 DIY や秋は爆誕しました。さて、ここからが今日の本題。早急に何とかしなければいけない問題が、実はこのフェンスの外にあります。それがこのアプローチ沿いの狭いスペースに青々とそそり立つ樹木、シマトネリコ ×3 ネリコ、ネリミ、ネリオ、シマト三姉妹。どんな環境でも育ち、水やり肥料不要、それでいて年中緑をキープして目を癒してくれる超優秀な常緑樹。この三姉妹の一体何が問題なのかと言いますと、その強すぎる生命力なんです。こちらが約10年前植えたばかりの可愛らしい三姉妹と可愛らしい長男、よりによって滅多に降らない雪の日の写真しかございませんでした。それが何ということでしょう。10年の月日を経て、大人の背丈は優に超え、見返りに届かんばかり秋の背丈にぐんぐん近づく長男の成長をはるかに凌駕する勢いです。もちろん幾度となく剪定してますし、この夏にはプロにしっかりと剪定してもらいました。それでも三姉妹はすぐに枝葉を伸ばし、凄まじい速度で成長し続けます。アプローチはすぐにまっすぐ歩けなくなり、ネリちゃん図を避けて通るのが当たり前に。そしてその成長っぷりが恐るるに足る最たる理由がこちらにあります。お分かりいただけるでしょうか。このコンクリートブロック、ひび割れ持ち上がっています。これが何を意味するのかと申しますと、おそらく
真ん中っこ、練り身の根っこがコンクリートブロックの下に入り込み、土台ごと持ち上げているということ。慌てて調べると、庭に植えてはいけない樹木、成長が恐ろしく早い強い樹木等、なかなかパンチのある異名を持つ樹木の代表格だというではありませんか。なんだと、なぜそんなスーパーしたたかすくすくツリーをよりによって3本も植えてしまったんだ。このままではまるで天空の城ラピュタのラストシーンのように、人間が築き上げた文明を破壊しながら根こそぎ空へと持っていくあのシーンのように、こじらせハウスもろとも空へ持っていかれてしまうかもしれない。というわけでネリちゃんズ抜きます。3本全部。10年前、一年中緑を保ってくれる目隠しにちょうどいい木があるらしいと、ここのスペースに3本ぐらい植えたらいいんじゃないと、何の知識も資料深さも持たない愚かな主婦が軽い気持ちで業者さんに植えてもらった、何の罪もないけなげな樹木たち。ただそこにいてくれるだけでよかった。もう少し小さくいてくれればそれでよかった。でもそれは人間の悲しきエゴ、悪魔は私だ。本当にごめんなさい。最後までのびのび育ててあげられなくてごめんなさい。秋はもう二度と浅はかに無責任に命を植えることをしないと誓います。新しくなった庭にはもし植えるとしても大きくなりすぎない木を一本だけ植えるつもりです。いざマルスの前に、ネリコ、ネリミ、ネリオに慎んで謝罪をさせていただきましょう。本当に本当に申し訳ございませんでした。はい、では心置きなくとはいきませんが、前に進みましょう。手の子でどんどん枝を切っていきます。ちなみに子供たち、進んで土下座に参加しており強制はしておりません。進んで土下座もおかしいですけどね。はい、手袋を忘れずにしておきましょうね。キッチン総集編の予告で衝撃のチェーンソーウーマンが登場したのを覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、結論から申し上げますと、今回の抜根でチェーンソーが活躍することはありませんでした。実際使おうと思ってあのように出して動かしてみたんですが、怖すぎて腰が抜けそうだったので、その後速攻倉庫に戻し、幻のチェーンソーウーマンとなりました。それにこうして最後ちゃんと自分の手を動かして切ってあげたいというせめてもの償いの気持ちもあります。すでになかなかの重労働です。折れた枝がモヘジの車に直撃。怒られかけましたが、モヘジが最も苦手な英語風の言語で高圧的に謝罪することにより、それ以上何も言えなくするという高度なテクニックでその場をしのぎました。ちなみに傷はついていませんでした。よかった。切るのも大変ですが後始末も大変。ゴミ袋に入る大きさにさらにカットしていきます。でもみんなで頑張れば早い早い。最後までしっかり集めましょう。すっかり丸坊主になったネリコたちをいよいよ抜根していきますよ。おかしな方向に曲がってるよね。まず取り出したのは100均のスコップ2本。この夏の剪定の時に植えてもらった綺麗に生えた苔を取っておける分取っておきます。え、ちょっと待ってそうでしょ、これファーストセッションから折れた。長年その辺に放置していたため、なんと一瞬で絵が折れました。ちょっとこれはないんじゃないの。まあまあまあ外に放置してた方が悪いんですけど。寒。これで武器は錆びてあらぬ方向に曲がったスコップただ1本となりました。日頃からガーデニングに勤しんでこなかったツケです。他に何の道具もありません。これから3本の木を抜根するとは思えない超弱小装備。大丈夫かな。これも割とやばいな。実はこの日のためにちゃんとしたシャベルを購入したんですが、間に合いませんでした。日本一段取りの悪い主婦ですからね。仕方ありません。土あれば大丈夫ですか、コケちゃん。あ、ペローンって取れたよ、ほらこんな感じなのこれでよく生きてるね。
ちなみに終始ぶつくさ一人で喋りながらやってますけど、毎回ほぼ編集の鬼によって容赦なくカットされています。いよいよ根を掘り起こしていきましょう。土いじりちょっと楽しいな。寒いけど、このゴムとのネットがこっちにカーブして、このコンクリを避けて行って、どこまで行ってんのかとか。お分かりいただけるでしょうか。コンクリートに阻まれたこの狭い空間で、ネリコの根っこは土を求めて急カーブ。生き延びるための必死さが伝わります。すごいな、どうしてでも生き延びるということは気迫が伝わってくるわ。見習いたいですね、この生命力。キューイーンって、こっちがダメならこっちやーっつって、生命力半端ないわ。ネリコの生命力が怖い。ここで庭の片隅にあったモヘジが釣りの餌を混ぜるのにいつも使っているクワみたいな道具に目をつけたアキ。なんだかよくわからないけどすごくいい。細い根っこならこれで切れます。朽ちたスコップ1本の時に比べてめちゃくちゃはかどる。後で調べたところ、サカングアといいモルタルの材料を混ぜたりするやつらしい。完全に用途を間違ってますが、使えるものは何でも使っていきましょう。あらわになった根っこを切るために取り出したのはレシプロ層電動ノコギリです。手のこの大きな動きでは土の中の根っこが切りづらいため、小刻みに動いてくれる電動ノコギリが最適解なのだ。振動がすごい。よいそう。取れた。なんでよ。ただ電動だから楽という単純なことではないようです。樹齢11年 VS 樹齢46年、どっちかの足が折れるまで勝負や。ベテラン樹齢11年に、かなり手こずってますけど、樹齢46年に勝ち目はあるんでしょうか。ほぼほぼ根っこが断ち切れた感じがしますが、全体重をかけてみてもまだ倒れません。つながっている根っこを探します。近所さん、何事かと見学にやってきました。いよいよ倒れそうなネリコ。すまない、とどめだ。2時間ほどで1本目のネリコ討伐成功です。あるっちゅうの。1日1本で根だけが残された。これこのままでいいかな。また生えてくるってことないよね。ないよね。根残ってたらまたね、ニューメリコが生えてくるってことはないよね。怖いんだけど。生命力ありえるわ。ありえん話ではない。でも光が遮断されるわけだから土をかぶせる。出てこないよね。どうか答えて。生えてくるか来ないかは一旦置いといて、もう一仕事。ここから幹を30センチずつぐらいに切っておかねばなりません。レシプロ層はあまり力を込められないため時間がかかります。振動もなかなか辛いと。背後から何やら視線を感じる。実はすぐそこで建て売り住宅が建ったばかり。ここ数ヶ月入れ替わり立ち替わり工事業者さんが出入りしています。そのうちの一人がなんか一人で木を引っこ抜いてる人がいるぞと興味津々で見に来てくれたようです。外交屋さんですか。プロじゃないですか。なんと外交屋さんでした。まさかのプロ登場に動揺を隠せない恥ずかしいんですけど、そんな今日からですか。
電動だと切れないでしょと、なんと外交屋さん自前の手の甲を持ってきて手伝ってくれました。なんて親切なんだい。アキの持っている手の甲より小さい可愛い手の甲でガシガシ切っていくプロ。レシプロ層の2倍は早い。どういうことだ。このあと丸の子持ってきましょうかって言ってくれた外交屋さん、一瞬いいんですかって甘えたくなりましたが、丸の子あるんで大丈夫ですと男前なふりをしておきました。チェーンソーあるんですよって言ったら腰抜かすかな。使えんけど。プロを見習って手の子で切ってみます。確かに大きく動かせる分早い。だが秋のような軟弱な腕ではすぐに力尽きてしまいます。結局筋肉か。手の甲プラス筋肉が最強かもしれん。明日から筋トレするかと思ったけど、やっぱり来世にします。さあ1本目ネリコの討伐に成功し、2本目、1日1本では拉致が開かないので今日中にもう1本いっときましょう。問題の練り身の根っこがあらわになりました。3本の極太の根っこがコンクリートブロックの基礎のさらに下に入り込み持ち上げています。そしてそれは根っこのパワーのせいだけではなく、このブロックの施工の仕方にも原因があることが判明。モヘアンに後から言われるまで全く気づきませんでしたが、本来2段ブロックをもう少し深く埋めるところを、こちらは1段と半分、そして薄めの基礎となっており、地面に埋まっていたのはわずか5センチほど。そして横筋が入っていないというノー横筋仕上げとなっております。縦筋が入っていないかどうかはまだ今の時点では分かりませんが、入っている見込みは薄いでしょう。モヘジ曰く、ブロックを半分にしたことでコストが浮き、さらに掘る手間も減るという大変コスパに優れた施工となっておるそうな。そりゃあ根っこに持ち上げられもするわよ。ちなみに半分の薄さのブロックは羊羹中らしい。羊羹で食べや言うてる場合か。目に見えぬ部分にもきっちりコストカットの波が押し寄せるこじらせハウス、よく10年倒れなかったね。えらいぞ。やばいやばいやばい。何かに持ってかれて、今後も笑っちゃうほどのコスパっぷりが秋を一切退屈させてくれなさそうです。うん、2本目練り身慣れたせいか1時間ほどで抜けました。丸ノコで一応やってみたけど、ボコボコの丸い幹を丸ノコで切るのは難しいことが判明。一度で切れないし、再び同じ位置に刃を持ってくる技術がない。余計に時間がかかってしまいました。機械は便利だけど使う人間の度量ありきなんですね。電池がない。結局手ノコで仕上げました。樹齢46年、そろそろ足もつる頃です。後でバナナでも食べておきましょう。リオちゃんをこの期待と思います。ついに3本目、ラスト、ネリオの番です。3本目ともなれば慣れたもん。サクサクいっちゃおう。と思ったらなんと。あ、水道管だ。そう、水道管に当たりました。ガンガン叩いてた。水道管の上に乗っていいの？しかも、水道管と下水管の間に、根っこが挟まっております。細い管と太い管の間に根っこが来てて、レシプロ層できないから、地下鉄でいうと乗り換え駅ですね。上下4路線が複雑に入り乱れた地方主要駅となっております。できる限り手で丁寧に掘って、気をつけてレシプロ層で切りましょう。管を切ってしまったら大惨事です。
と、その時、またしても突然の助っ人現る。水道が邪魔ですね。そうなんですよ。すごく危ないことしてるんですよ。切らないようにここだけ切りたくて。だいぶ切ってんですよ。ここに根っこが伸びてる。今度は昨日とは全く別の業者さん、土木工事屋さんです。なんかペグみたいなものを持って参戦してくれました。みんな親切だな。日本はまだ捨てたもんじゃないですね。おバカになっちゃったかもしれない。昨日ここ2本抜いたんです。あ、それでこれ。そうそう、初めはちっちゃくてね、切れないですね。やっぱ緑があると全然違いますもんね。最終的にはやはり手の子を持ってきてくれました。安定の手の子、頼れるのは己の筋肉のみということなのでしょう。YouTube 流っちゃう。やばいな。上がります。大丈夫です。そんな弱小チャンネルなんで。本当に、あ、うん、やってるの？やってます、やってます。また後で撮ろうと思います。はい。なんかダメかも。水道管を傷つけることなく無事抜根成功しました。切れましたね。ありがとうございました。よかったですね。今日中に叩いてありがとうございます。多分切れると思う。なんと幹の切断まで手伝ってくれました。心強い。 YouTube を上げてる。上げてはない。なんと土木屋さん、 YouTube に憧れて動画を作っていると見せてくれました。しかもチャンネル開設前なのに3本もストックしているそうな。常にストック0本で崖っぷちをさまよう秋、少しは見習わねば。よく考えたらリアルな知り合いに YouTuber が一人もいないことに気づきました。こうして YouTube 談義ができることが楽しい。 YouTuber がとてつもなくマイノリティなのか、はたまたみんなこっそり YouTuber やってるかの、どちらかでしょう。かくいう秋もこっそりやってますからね。ありがとうございます。めちゃくちゃ簡単に切ってったように見えるけど、自分でやってみるとそうでもないんだよ。全然綺麗。めちゃくちゃサッとサッと切って、サッと去っていったけど。よっしゃ。
衝撃。子孫が繁栄してた。ネリコ、ネリコ、ネリコ、ネリコ怖いよ。で、ネリコが確実に繁殖している。すごいな。ネリちゃん恐ろしい。ネリコと、ネリオとネリミの子孫が抜け目を。